どこにその船が向かっていくのかっていうのを明確に示さなきゃいけないですよね、はい、マクロに対する感覚とミクロに対する感度に比較的正しい仮説を巻き込み型で作れる能力、多様性を無理やり作る、揺らぎを無理やり作る、化学反応を無理やり作る、でそれがキャタリストになって会社にイノベーションが生まれる。設計段階から日本だけを考えてない。韓国の持ってる事業のシリーズを日本の持ってるいろんな技術や市場のポテンシャルと掛け算してグループ全体でダイナミックにやっていこうというふうに思っています。